生活向上プロジェクト。出た出た出た出ました出ました。いや、<れ>なんか久しぶりな感じしますけど。うん、このコーナーは何かあるたびに、お兄さんに何でも聞いてくる成功ギュミンを。変えていこうというプロジェクトでございます。はい、まあ、一人でも何でもできるようにしていこうと思ってます。はい。 まあ前回 MC 力,と、M、MC 力をちょっと上げようということで,で、ね、1>, あの1人で番組をあの進行させていただいてはい、はい、僕がプロデューサーやってたんですけど好、はい、評だったらしいんですよだったんで今回は少しストーリーを変えて、はい、もう一回君に MC をやってもらおうと思ってます。はい、まあ今回回は前ととちょっと違ってて、うん、僕プロデューサーサじゃなくて ゲスト僕がゲストで出演した人なんですよでギュミンがこの番組を持ってる MC ということわかりますかわかりますわかります前回とギュミンは設定一緒なんですよただゲストがいるかいないかの話なんですよ僕も当に真面目にやりますよ真面目にやってくださいこれは番組の中で面白くするためにわざとんかそうやってるんですけど今までやったらやったら絶対もう真面目でやりますよやったらやったってください普段真面目じゃないってこと そうですね。正解、正解。そういうことじゃなくて、そういうこと。番組のために面白くするためになんかこうやってちょっと、え、なないそれは。足りない役をちょっとしたけど。That's no no。まあ真面目に。たまには僕の本当のことを見てもいいんじゃないかなと思う。That's no no。じゃあ真面目に行ってみたいと思いますね。僕ゲストなんで、あの出てくるところからやってみましょう。じゃあ準備よろしいですか。はい。うん。あります。まあ。 自分で回せなきゃいけないんですよ。はい、企画とかも考えて、オッケーですか？おはい、オッケーします。じゃあ行きます。じゃあ、キュウミンドハルハル TV、え <laughs> ーイ今日もやってまいりましたね。はい皆さんあの今日はあのどんな日を過ごしてましたか？<laughs> 本当になんか僕はですね今日もなんかテンション高く楽しい一日でした。はい今日はなんか。 このあのー、なんだっけ <laughs> あーこのあのー、撮影会がちょっと明るいですね撮影撮影場が明るいですね本当になんかイケメンなあのー、シャバンシャバンするなゲストが出ましたそれでは紹介したいと思います <laughs> チェイジの中野でーす、はい 皆さんこんにちは。はい。ジェイシのジュノです。よろしくお願いします。あいあ本当にイケメンですね。あ、知ってます。はい。とりあえず自己紹介どうぞ。はい。自己紹介。さっき言ったもう一回行くんですか。はい。あのちゃんとグループのなんか挨拶とか。一回タイム。はい。プロデューサーさん、この MC 大丈夫ですか。あ、すみません。なんかあのちょっとまだ最初の方で。日本語も喋れてないし、もうなんだよマジで。すみません。ちゃんとやってください。すみません。はい。もう一回行きましょうか。もう一回行きます。はい。 はい。それではあのジュノの自己紹介お願いします。はい自己紹介ですね。ああ僕はあの日本で活動している JJ というグループのメンバージュノですよろしくお願いします。よろしくお願いします。最近なんかはいなんか新しいことになんか流行ってるらしいんですけどあのハマってるハマってることらしいんですけどはい何ですかそれってはいまあ新しく最近ハマってるっていうことはあの僕もともと あのものすごくあの格闘技に興味がありまして、あの最近ボクシボクシングを本格的にやり始めました。で、あの最近まあゆみさんいつもあの運動すごくやってて、あの鍛えられてるって聞いたんで、マネージャーからちょっとあの事務所通して話聞いて、まあめちゃくちゃにしていいよって言われたんで、あ事務所からですか。はい、OK 出たんですよ。ですよね。 いるんですいるじゃねえかよ、150人くらい。俺のマネージャー30人。ちゃんとしとけ、マジで。米食べないからね。炭水化物脱いでよ。分かった。ダイエット中なんだから、ニキビ1個出たらね、明日映画撮影マジ困るからな。ちゃんとやっとけ、マジ鶏肉。 じゃ行きましょうか。はい。すいませんでした。はい。動画行きましょう。はい。最近なんかボクシングにハヤてるってハマってる。ハマってるって聞きましたけど。可愛いですね。はい。コンセプトです。はい。ね。聞きましたけど、ハマっていかい店れるんですかね。あ、見せていいんですか。ああ、全然。あでもボクシングっていうのはあの一人でできないんですよ。やっぱりこうやれで見通 ミットを持ってくれる人がいないとダメなんですけど今日あのちょっとミットを余裕できなかったんですよねマネージャーもちゃんと白をまして。だったんで素手でちょっと牛民さんにミットを持ってもらってるふうにちょっと皆さんに見せたいと思います。よろしいですか はいはいはいあ大丈夫ですどうやってやりますかまあ例えばあのまず基本はですねはいのワンツーなんですよねはいはいワンツーなんですけどあのこれをちょっと早めに打ちたいと思いますはい視聴者の皆さん応援してくださいはいじゃそれではいきますねはいワンツーはいワンツーあお大丈夫ですかあ大丈夫ですあ大丈夫ですあ大丈夫ですあ強壮強いですねマネージャー強いって聞いたんじゃあすみませんタイム 強いって聞いたよ、全然鍛えられてないじゃんか、お前。もっと大きい声で言えよ、お前な、聞こえねえよ。ちゃんと確認しとけ、マジで。はい大丈夫ですか。あ、大丈夫、大丈夫です。ギネスもすごく強いって聞いたんで。じゃ、ワンツー。じゃ、ワンツー。じゃ、ワンツーやったんで、次は。あの、フックまで。やってみたいと思います。はい、皆さん、ちょっと見てください。それ必要ですから。ふわ。 ふっふっふっふわっふっふわはいこんな感じですねあーはい、はい、こういう感じで最近あのボクシングをやっててあのやっぱり心と体をちゃんと鍛えてるんですよねはい、はい、そうですねあーなんかすごいですあーあーすごい 全然、かっこよかったですね。全然全然。いつか僕もなんか、はい、中野になんかやってみたいですね、あ、一緒にやりましょう。僕あの連絡しといたら時間ちょっと空けるんで、三十分くらい。あ、りがとうございます。はい、それではもうお別れの時間がやってきました。あ、そんな早いんですか。お、あと、ちょっとタイム。はい。マネージャー、もう終わるの。ふざけんないましょう。俺が俺の時間、ドラマ撮影キャンセルしてこれ来たやんかお前のせいで。 伸ばせ番組をお前ものわかったちゃんと確認しろこれからお前二人騒んじゃねえぞマジでこんな番組やとはマジ思わなかったわやってくださいじゃあじじゃ じゃあまああの最近なんかはまってる歌とかもあるらしいんですね歌はやっぱり自分の持ち曲だけじゃなくてものすごくやっぱり僕日本が大好きで日本の曲をたくさんカバーしようと思ってまして結構「ミッシング」という曲にハマってるんですあそれは違うの状態でなんか聴けないんですけど。ああ。 マネージャー、なんで昨日俺歌練習2時間やったんだ？今日のためやろ。俺だけこれ修正しろ。いいす今すぐ修正しろ。じゃないとまずこの人芸能活動できなくするからね。マジでわかった？すみません。あの変わったんで、はい、フィディさん大丈夫ですよ、ね。よ内容変わりましたよね。あ大丈夫です。最高で。はい、かりました。はい。

ちゃんとか、ビーバーちゃん、あビーバー、ジョスティンビーバーさんもビーバーちゃんって言う、ばあちゃんって言うよ。俺はあのすごく仲良いから、普通にあビーチャンとかばあちゃんって言う。結構夢らしい。そうそうそう、あのあるでしょそれ知ってる？ちょっとカメラ止めておいてください。あのあのアプルペンあるんじゃん。それ俺がいいね押せ言ったんだから。あの俺のマネージャーのあのちょっと。 知り合いの人でその芸人さんの事務所を働いてる人がいてすっごいお願いされてビーバーさんと仲いいでしょって言われてそれで一回お願いしてみてください俺電話していいねをして言ったらもう三秒で押したんだわかるすごいですねそんな感じですじゃはいビスインって曲一回ワンプレイス聴きましょうワンプレイス聴きたいですか起きたばかやからじゃあ中の歌まで三二一どうぞ ちょっと待ってください。マネージャー。ハモリ、ハモリだったんですけど。ハモリだったんですけど、すみません。すみません。マネージャー。すみません。もう二度とこんなことないようにして、マジ。今回だけ許す。壁がマネージャー。あの、それは。 あの急に入ってきちゃダメです。なぜかというと、レベルの差があるから。すみません。あの視聴者に。悪いところしか見ずれないから。はい、すみません。はい。それ本当にやめたほうがいいですよ。わかりました。じゃ、先輩。もう一回、はい。もう一回。調子に乗らないでください。はい。はい。もう一回やります。はい。はい。じゃ、ちその辺りから。はい。ュノのレッシングまで。三。二。一。どうぞ。あのぞびゅ。からはないものならば。 いっそん忘れたいのに忘れれ <laughs> …あ、ごめんなさい…あごめんなさいあ、なんか…あ CJ になんかい…いい歌すぎてす,みすいませんすいません誰の給料もらってんだ <laughs> <の>何,何してるんです俺が歌 …CD とかで金もらってんでしょ <laughs> ちょっと…まマニトさんかちょっとはい…ちゃんとうおう…おうか…もう3アウトわかるでしょ 野球わかるでしょベースボール。はい。b a s e b a l l ベースボール。すり合うと。わかります。はわかる。はい。それやからな。ちょっと。申し訳ないですけど。守り守りま、守ることは守り。あの、その自分の。やりたい放題やったら。はい。絶対に成功できない。わかりました。はい。我慢する人じゃないと。この境界で生きていけないからね。わかりました。はい、すみません。ちゃんとします。そのくらいは我慢してください。最後、最後です。最後、最後。はい。三。二。え I love you 叶わななない全てがもういいいもものらばてうです <laughs> 進めてくださいあ、はいはい、じゃあ,あ,のじゃあジュノの最高な声ああ聞きました ああんにの、すみません、はい、これ最後牛びんさんの声入ったところ来てください、バサッと <laughs> あそこだけ切れば、はい、僕文句言わないから、はい、そこだけ、はい、ちゃんとう言うだからお前先に確認しとけってお前と3人あっだから鶏肉つったんだろ <laughs> 牛肉じゃなくて芋たれしてんだから最近よ油吸収しちゃダメって言ってんだろ もう一回行ってこいここだけバサッと切って行きましょう。カメラ回しましょう。はい。ロールロールも時間ないからもう、はいそうですね。時間ないですね。はい。じゃあじゃあそれではあのもうあの終わる終わり時間がもうやってきました。はい。そうですね。いやですよ。もっと一緒にもっと一緒にいたいですね。はい。仕方ねえな。はい。そうですね。もうやっとね、はいやっとじゃない。はい。もうもう来ましたね。 はいそれでは今日の番組はどうでしたか皆さん宇宙の代大代大大スターのあのチュンさんと一緒にあの番組をしたんですけどはい僕は楽しかったですはい皆さんもそうですか <laughs> はいこれからもなんかいろんなゲストをなんかこう紹介していきたいと思います以上チーノ春春 TV でしたありがとうございます カット。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。はい。どうでした？です。さお疲れ様です。はい、ありがとうございます。カット。お疲れ様でした。お疲れ様でした。とりあえず、とりあえずあのボクシング招待。何何？やどうしたどうしたこれこれ？ワンツースリー。ワンツー。ああいって。 そうですね。なんかこんな居、はあの生活向上プロジェクトをしましたけど、はいはい、どうですか皆さん。楽しかったですか。皆さんの感想は？ただ、はい、ジュノのお笑い<笑>んじゃないですか。ここの MC よりなんかジュノのお笑いがあまあでもあのちゃんと居民のその対応の仕方とか、はい、まあ勉強になったと思います。<ー>はあ、例えばこれから あの例えば本当怖い代々先輩のゲストさんが来た時にやっぱり雰囲気を自分たちで合わせなきゃいけないからその勉強になったと思っていい勉強になりました最後のは本当に痛かったはい僕も痛かったですはいじゃあ以上こんな感じで牛民の生活向上プロジェクトまた次回もお楽しみしてくださいありがとうございましたああなんか俺が一番満足できたなんか。